では、テモテへの手紙第2、セカンドティモティ、テモテへの手紙第2の、2章を開いてください。オープン、チャプター2。で、午後の礼拝で、1節ずつ見ていきますけれども、今朝は10節から13節に注目します。Verse 10 through 13。ですから私はすべてのことを選ばれた人たちのために耐え忍びます。彼らもまたキリストイエスにある救いを永遠の栄光とともに受けるようになるためです。次の言葉は真実です。私たちがキリストとともに死んだのなら、キリストとともに生きるようになる。耐え忍んでいるなら、キリストとともに王となる。キリストを否むなら、キリストもまた私たちを否まれる。私たちが真実でなくとも、なくても、キリストは常に真実である。ご自分を否むことができないからであると。ありますが、パウロは今、牢獄にいます。He's in prison. で、皇帝によって死刑判決を受け、斬首されることがかなり明らかになっています。He's going to be beheaded. で死が目前に迫っていて、そのような中でね、彼は御言葉を伝える働きをしてるんですよ、ここで。十節を見ると。選ばれた人がいて、まあ、その人たちが救いを共に受けるようにするためなんだと。こう言ってるんです。で、その先にある永遠の栄光を共に受けるためなんだってこう言ってるんですね。これ驚きですよね。死が近いのに、そんなことまで考えられるのかって思いますよね。でも、言い方を変えると、死が近いから、永遠の栄光という先のことが、現実味を、リアリティを増しているわけなんです。牢獄に入れられて束縛されているからこそ、御言葉はでも縛られることなく、人々に伝わるということをよく知っているんだということを言ってるんですね。人はですね、自分の環境や身体に自由が効かなくなった時にですね、本当の自由、キリストにある自由が増し加わるって言ってもいいかもしれません。特にキリストにある自由っていうのはですね、身体の自由とかがこう制限された時によりこう分かってくるって明らかにされます。アメリカの刑務所で死刑囚の人に牧師さんが説教をしました。動画見たんですけど、I watched the video of a pastor preaching to the death penalty inmates in the prison. で、イエス様が命のパンというですね、箇所から話したんですけども、前置きでこう伝えてるんですね。その説教は教会ですでに行ったものですけれども、ってね、彼が牧師で、もう教会すでに説教した内容なんですが、けれども、あなたたちは、この場所に閉じ込められていて、あとは天を待つのみになっているけれども、その望みを抱くのは、教会の人たちよりも、はるかに簡単ですと。けれども、教会に通っている人たちは、日々、自由と繁栄という偶像と、戦わなければいけないからですと。こう言ったんですね。意味わかりますね。この永遠の命、キリストにある命ですね。この、私は命のパンですってイエス様言われたわけですけども、イエス様が命であるんですけど、このことを、こう、知るのはとっても簡単だと。なんでかって言ったら、他に自由とか繁栄とか、ね、日々、こう、誘惑ですね。こう、それがないわけでしょ。取られてるから。簡単にそれを信じることができる。楽しむことができるわけなんです。あとはね、もう一つ、星野富弘さんのことをちょっとお話ししたいんですけれども、
まあ、彼はかなり若い時かな、体育の先生だったのかな。でそれで、もう手も足も不自由、麻痺状態なんですよね。でここ顔、この上しか効かない。けれども彼は画家の道を進み、かつ詩をそこに書いてるわけです。詩を書き、絵を書き、でそれが星野富弘、美術館というのがありまして、で私たち教会で尾瀬の食べに行った帰りにね、そこを立ち寄りました。で彼の数多くの絵画と詩を見たんですが、私が思ったのは、なんて彼は自由なのか。私たちが見てないもの、見えてないものをなんと数多く見ていることかと思いました。もう車椅子の中で、もうずっといるわけですよね。で口しか動かないわけです。でそこでデッサンになる花を見て、もうずっと見ているわけで、普通なら私そわそわしちゃって、いられないですよね、他のものに気が散って。でも彼はいることができるんです。そして見えないものをどんどん見ていき、観察し、そしてそれを絵にし、また詩に書いているわけなんですね。でこのようにですね、この牢屋にいるとか、あるいは死を待つという、そのような束縛、縛られた状態だからこそ、パウロはむしろ自由にされて、福音をなおのことを語れているんだと思うんですよね。でもし私たちが、次のことができたら自由になります。一つはですね、パウロと同じように永遠の栄光、すなわち他の世ですね、これから来る世における栄光、天における栄光、神の国における栄光をしっかりと見て、これに感動して喜び楽しみを見出し、希望をまず抱いているかどうかなんですよ。 Do we have the hope in heaven? Realistically ですね。で、それを見ているかどうか。で、With that hope that we have freedom, the true freedom. で、詩編の46編の1節から5節に、天と地が過ぎ去っても依然として残っている神の都を書いてありますね。Psalm 46:1-5。神は我らの酒どころ、また力。苦しむとき、そこにある強き助け。それゆえ、水が立ち騒ぎ、泡立っても、その水かさが増し、山々が揺れ動いても、セラ。川がある、その豊かな流れは神の都を喜ばせる。意図高き方のおられる、その聖なるところ。神はそのただ中におられ、その都は揺るがない。神は朝焼けまでにこれを助けられるということで、外の自由が取られているときに、人生で最も大切にしなければいけないことが浮き彫りにされていて、いよいよ明らかにされていくわけなんですね。だから人生って優先順位なんだけど、第一のものを第一にできるかが、まあ、一番大きな課題なんですよ。けれども、ここでは第一のものを第一にしやすいんですよね。このパウロのような状況にいると。で、まあ、似たような状況にいる人が福音書に出てきまして、この天の御国がもう目の前に迫っている人、誰だかって言いますと、イエス様と共に十字架につけられていた人です。御国に着いた時にはあなたが私を覚えてくださいと、言った時にですね、イエス様がルカの23章の43節で Luke 23:43、誠にあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいますと。 Jesus said to the criminal, Today I'll say to you, You'll be in paradise with me ですね。で、この自由を持って今を生ける。次にね、この私たちがどうやったら自由になれるかって言ったら、一つはその天のこの望みをですね、こう抱いてて、そしてその自由を持ってですね、二つ目は今を生けるんです。ここが大事です。
終わりがはっきりと分かっていて、このゴールですね、ゴールがはっきりと分かっていて今を生きるんです。わかりやすく言うと、あと皆さんが癌でね、あと3ヶ月の余命だと言われたときに、もう余計なことしないですよ。しないよね。こうどうしようかなって思うじゃないですか。で、私たちはもう天の御国の余命を受けてるんです。残りをじゃあどうするかっていう話なんです。だからパウロはピリピ人への手紙でフィリピアンズ1:21、私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益ですと。 For me to live is Christ and to die is gain ですね。生きることはキリストという焦点を合わせた生き方をすることができるんですよね。で、この焦点が合ってないと必ず世の思い煩いで自分がこう縛られていきます。で、一つ一つしなければいけないことって悪いことじゃないんです。いいこと多いです。まあ、罪と言われないもの、むしろいいと言われているもの、やらなきゃいけないこと多いですよ。多いんだけど、それに右往左往されるわけですよ。しかし、キリストが生きることなんだと。ゴールが分かっていれば、何をしなければいけないかっていうことが、明確に分かるわけですよ。イエス様にお会いすることなんだと。ゴールが。死のとこについてですよ、皆さんが。If you, supposing you're in the deathbed. そしたら、イエス様にお会いすることだと。I want to say Jesus ですね。イエス様にお会いすることだと。で、そのことをもって今を生きる、この方を喜ばせて生きたいと願うはずなんですよね。で、この生き方から逸れるようなものはやりたくないと願うわけなんですよね。それで優先順位をつけていくんですよ。まあ、これね、皆さん時間とってはいいね。で、これ今やってること本当にその目標にかなっているかな、どうなのかということですね。もちろん仕事をすりますよ、ね、だけど意味が変わってくるでしょ、うんうん、だから惰性じゃダメなんですよ。今まで仕事をしてて、だから今もこれ もちろんやっていい、召されたところにとどまっていなさいってパウロ言ってるからね、やるんですよ。でも意味が変わってくるでしょ。全てに意味が変わって、イエス様にお会いする、じゃあイエス様を喜ばせ、イエス様に従ってイエス様に仕えていくからこれをやってるんだって、全部が変わっていくわけです。イエス様に従いたいから結婚するんだ。イエス様に従いたいからこの勉強するんだ。イエス様を知りたいから。こういうふうに変わっていくわけでしょ。で、余計なものはもう捨てていくわけですよ。いい加減にするんですよ。あ、よく言うよね、僕ね。いい加減にするクリスチャンが大事なの。ってみんな言うよね。真面目なクリスチャンダメですよって。私、日本に帰ってくるとね、キーワード何かってね。真面目な人が信仰してる場合がたくさん見てきたから、うん、これしなきゃいけない、あれしなきゃいけない、この人のこと気になる、あの人のこと気になる、こうやってああやって、こうやってああやって、いえ、一番気にしなきゃいけないことは、まずイエス様も気にしないんだよね、うん、いやそれだってあんまいいでしょ、そんなに、いや何言ってんですかって、僕それでも牧師ですかとかって言われるわけ。イエス様じゃどうなったのって話じゃない。イエス様信じたんでしょ、イエス様どうなったので、いい加減っていうのはイエス様が一番大事だったらこっちそんなに大事じゃないよね。もちろん大事だけどそんなに大事じゃない。優先順位なんです。プライオリティ To live is Christ。 で、次で、本文です。11節見てください。 Verse 11 The text、次の言葉は真実です。私たちがキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きるようになると。
キリストと共に今生きていて、死んだのであれば、そのままキリストと共に生きるんだと。だから、ピリピ人への手紙、またピリピ人ですけど、フィリピアンズ1:23ですね。1章23節で、私の願いは、世を去って、キリストと共にいることです。その方がはるかに望ましいのです。世を去って。To depart from the world is to live with Christ. ですね。そっちの方がはるかに望ましいんだと。今すでに霊的にはキリストもに死に、キリストもに生きているんですよね。バプテスマが、それを見える形で表してるんです。もうすでに私たちの教会で今年3回やって、どうですか、すでにバプテスマを受けてた人。まあもちろん受けた人は祝福されてると思いますけども、もうあえて聞きませんが、受けた人みんな祝福されるでしょ、クリスチャンたち。いや、そんなにって言ったらちょっと自分の霊的状態をチェックしてください。なんでかちょっとね、そもそもずっとクリスチャンってバプテスマを受けてる人なんですよ。そうやって生きてるから。キリストもに死んで、今生きてるのはキリストを信じる信仰によって生きてる。このバプテスマに表されている生活なんですよね。罪に支配されている自分はもうすでに死んでいて、そして新しいキリストが蘇られた命によって私たちは生きている。そしてそのキリストと共に生きている生活をしていると、今度は自分の肉体が滅びるときにどうなるかって言ったら、もうその瞬間後、その後はキリストと共にいるんだということです。世を去ったらキリストともにいるわけです。最後の息を引き取った時に世で、まあよく言われるのは、次の瞬間、次に、はぁーって息で、息取って、死にました。次に息を、って言った時にもうイエス様目の前にいらっしゃるわけです。パウロはこれから殉教しますけれども、すでに殉教した人で、その情景がはっきりわかるのが、ステパノです。スティーブン。いいね。スティーブン、英語でね。サンヘドリンで。サンヘドリンで弁明したときに、聞いていた人たちが腹渡が煮えくり返って彼に激しりしていたんですけども、使徒の7章の55節、Acts 7:55、しかし聖霊に満たされじっと天を見つめていたステパノは、神の栄光と神の右に立っておられるイエスを見て、見なさい天が開けて、人の子が神の右に立っておられるのが見えますと言った。でイエス様が、右の座に座っていたんだけど、立って、なんで立ったの？ステパノを受け入れるためですよ。まあ、抱きしめるか分かんないけど、ハグするか。そのために、痛いよ、もちろん。石打ちで。痛いどころじゃないよね、もうね。主と共に歩んでいるならば、死によってその歩みは途切れることなく、そのまま主にお会いできます。で、生きてるうちに主が来られるかもしれない。その死を経験しないとね。で、その時も同じです。第一コリントの13章の12です。So, even if, while we are alive, maybe he may back to receive us. その時も同じです。The same. 第一コリントの13章の12節。1 Corinthians 13:12今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔を合わせて見ることになります。We're gonna see him face to face. 今私たちは一部しか知りませんが、その時には私たちが完全に知られているのと同じように私たちも完全に知ることになりますと。私たちが愛している主を顔と顔を合わせて見ることになると。このことを目標にして、今を生きてるか、競争の選手と同じですね。この方を目標にして生きてるか、長距離走とかね。みんなゴールを見てるわけでしょ。それで、そのためには今どうやっていくかって、長距離だったら、最初から飛ばしちゃまずいよね。うん。もうそのための訓練でしょ。42.195キロ。そのために、もうすべてをこう合わせて、焦点を合わせて訓練していくわけでしょ。そして12節 Verse 12耐え忍んでいるならキリストともに王となるとあります。
王となるっていう約束が聖書にはあるんですね。黙示録の一章に、6節ですね。ご自分の父である神のために私たちを王国として、まあ、これ王と訳すこともできるんですが、私を王とし祭司としてくださった方って書いてます。で、これがさっきの10節の、栄光、永遠の栄光と共に受けるようになる、救いを受けるって、ここに関わってくるんですね。永遠の栄光なんですよ。私たちクリスチャンが、ちょっとね、こう、仏教と、こう、仏教みたいな、極楽観みたいなものを、こう、間違って天国に投影させることがあります。死んだらいいとこに行くっていうくらい、うん。ね。だから、明確になってないので、そういう過ちを犯してるんですね。そうじゃなくて、明確なんです。かのよって書いてますけども、聖書は。The kingdom to come って書いてあるんですけどね、英語だと。何かって言ったら、kingdom って書いてある。王国なんですよ。後に来るキリストが来られた後の王国が書いてあって、そこでキリストと共に、その王国を受け継ぎ、そして共に治める。ということが明確に書いてあって何度も書いてます。だからオラは死んだらなんだっけ、なんだっけ、あの昔の歌で、酒はうまいし姉ちゃん綺麗だ、そこまでいかないけど、でもそれに近いもの持ってると思う。全然違うでしょ、今これ口が全然違うでしょ、ねえ、違うんでしょ。ちょっとね、見言葉に変えて、そう、天国、神の国観を、見言葉にふって今変えてください。で、なんか、ああ、死ぬって天国がいいとこだ、いや、だけど、これに変えてください。もちろんイエス様にお会いして慰めを受けます。安息を得ます。けれども、イエス様が戻って来られて、地上に戻って来られた時に、私たちも栄光の姿で戻ってきて、その神の国を共に、収めるわけなんです。人間が作られた時に初めの人誰ですか？アダムでしょ。初めに作られた時に創世記の一章で26節ね、 Genesis 1:26, The purpose of God who create, purpose of God to create a man ですね。神は仰せられた、さあ人を我々の形として我々の似姿に作ろう。どういう意味で似姿なのか、形なのか。次です。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。神がこの被造物を作られて支配したと似せて支配するって言うんですよ。だから神に私たちが支配されて、そして神に信頼し頼っていく中で、ここを支配していく。神の国の中で治めることが、神の似姿っていう意味なんです。でもアダムが罪を犯しました。それによってその支配の力が悪魔に移ってしまって、悪魔が世の神と呼ばれています。今世界を支配してしまってるんですけれども、神のもとに奪還するために来られたのがキリストで、血を流しましたが、それが代金だった。お金、代価だったんです。そして、買い取ってですね、イエス様が私たちの罪のために血を流してくださり、代価を払ってくださって、そして私を買い取ってくださいました。そしてイエス様は蘇ってそのことを明らかにしてくださったんです。それでキリストにあって私たちが神の子供になりました。で、子供っていうのはこれどういう意味かって言ったら、父とアバ父と呼ぶことのできる親しさっていうのもありますよ。皆さん神様って日本人だとね、聞くと、大体日本人の人に聞くと神様なんとなく信じてんだよね。信じてます。すでにね。
僕は結構信じないタイプだった。無神論者っぽかったね。てるてる坊主にお祈りしたらさ、雨降っちゃったからこの野郎っつってさ、小学校の時にそれ以来いろんなかったタイプだから、いろんなタイプいると思うけど、なんとなく神様って信じてるんです。でも父よ、お父さんって言わないよね。そこまで近い人じゃない。でもイエス様を信じたらそうなるわけです。でもそれだけじゃないんです。神の子供っていうのは聖書の中は跡継ぎっていう意味です。跡継ぎなんです。神のものを受け継いでその家を治めるっていう、そこまで入ってるんです。それで今回イエス様が戻ってこられたら、すべてのものがキリストの支配の中に入って、その御国を私たちが受け継ぎます。エペソの一章の10節、 Ephesians 1:10、 時が満ちて計画が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることです。またキリストにあって私たちは御国を受け継ぐものとなりましたということですね。でそのことを知ってイエス様は何度となく今をどう生きるかということをお語りになっています。タラントの例えですね。まあ、これ一番分かりやすい。主人が旅に出かけて、しもべたちに自分の財産を預けて、能力に応じて一人は5タラント、次の人は2タラント、もう一人は1タラント与えられて、5タラントと2タラントを受け取ったしもべは、それぞれが商売をして2倍にしたわけですね。5タラントは5タラント儲けて、2タラントは2タラント儲けました。ちなみにこのタラントってもうすごいです。今のお金したら1000万単位だから、これ投資みたいな感じだね。これね、この商売って、株でなんかこううまく動かしてみたいな、結構すごいでっかいビジネスですよ。でそれで1タラントの人は地面に穴掘って隠したんですって。で5タラント2タラントのしもべの方にはこう言いました。マタイの25章の20節、The Parable of Talents。 主人は彼に言った、よくやった良い忠実なしもべだ、お前はわずかなものに忠実だったから多くのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれ。 Well done, good and faithful servant ですね、英語だとね。主が報いとして与えられるのはわずかなものに忠実だったから。 You are faithful with little things。主から任されていることに応答して、召されたことに忠実であるということなんですね。私たちがイエス様を信じたときに与えられているものに応答していくっていうこと。これによって、大きなものを任せようって言ってくださいます。応答して忠実に生きていくっていうことです。で小さなことっていうのがすごく大事で、ノルマじゃないんですね。1タラントしか受け取らなかった人はね、多分ノルマっていうふうに考えてたと思う。だから地に隠したんだ。って5タラント受け取って2タラント受け取ってる。だから刈り取らないところから刈り取ろうとする人だってこう言ってね、まかないところから刈り取るか間違った。でそういうふうに勝手に思ったんです。でね、多くのクリスチャンもそう考える。なんかこう勝手にこう、なんていうかな、これがクリスチャンとしてやらなきゃいけないんだけど、私はできない、だからやらない、ね、いや、なんか敵を愛しなさい、できません、敵なんか愛せません、あ、だからもうクリスチャンやめ、なんかクリスチャンっぽく生きるのやめようと、ね、例えばよ、でこれ間違いなんです。小さなことに忠実なんです。一歩一歩でいいんです。一歩一歩で、でだから多くの人をキリストに導いた人と、母親が子供をキリストにあって育て上げて、その子がキリストを愛してこの方についていくって、一人の息子あるいは娘を育て上げた母親と天国に行ったら同じ報いですよ。同じ報いですよ。さっきの5タラントの人と2タラントの人と同じ報いだもん。
よくやったよいしもべだ、小さなことに忠実だったから大きなものを任せようって、全く同じ言葉を主人言ってますから。でですね、これは忠実だっていうことですね。これ御国に行って入って王とキリストもに王となるっていうことについて大事なのはこの、忠実だっていうことですね。で次にね、耐え忍ぶっていうことが書いてある。これが本文なんです。本文が、この耐え忍んでいるならって書いてます。でキリストもに王となると、でこれ何かっていうと、イエス様が罪ゆえに苦難、苦しみを受けられました。その罪って自分の罪じゃないですよ、人々の罪ですよ。私たちの罪のゆえに苦難を受けられました。で苦難を受けた後で栄光に入られたでしょ。あの蘇って天に、ね、父のところに戻りました。栄光と同じようにキリストにつく者も苦しみの後に、耐え忍んだ後に栄光に入るんです。ローマの8章の12節17節で、ローマンズ8:17、子供であるなら相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですから、神の相続人でありキリストともに共同相続人なのですと。栄光の前に苦しむということで、まあ、典型的な代表的な聖書に出てくる人物、ヨセフですね。ヨセフは兄たちに売られてひれ伏すという夢を見てね。そうですね。The example of the biblical figure of the suffering before the glory is the Joseph. He was sold into slavery in Egypt. で、そう、あのエジプトに売られた理由っていうのは、この兄弟たち、父、母、みんな私にひれ伏すという夢を言ったんですよ。栄光をまず言ったんで、栄光の望みを話しちゃった。そしたら、それで妬みを買って、でそれで、奴隷になったんです。で奴隷になっただけじゃなくて、牢屋に入っちゃったんですよ。あのポティファルの妻に寝ておくれって言ったけど拒否してね。で逆にそれでを逆手にとって、牢屋に入れられちゃった。で2年間も。でそれがあったから、ファラオが夢を見た時に連れ出されて、そしてその夢の意味がもうエジプトの国のこう危機損なんだ、存亡に関わるですね、存亡に関わる重要な内容だったわけですね。7年間の報復の後、あの豊作の後に7年間の飢饉で、じゃあどうすればいいかっていうことまでヨセフ話したんです。まず貯めとこうと、7年間最初の時にと、備蓄を。でそれでヨセフがファラオの次に権力のある人、いわゆる総理大臣ですね、支配者となったわけです。でヤコブの息子たちが食料を買いに来ました。その後で危機になったから、で自分の見た夢がヨセフですね、実現したわけですね。いや兄たちが自分の前にひれ伏すわけです。そしてまあベニヤミンのことでいろいろやり取りがあって、ついに自分がヨセフであることを明かしまして、そして兄たちに対して、あなた方はやったことは悪なんだけど、しかし神がこれを行ってくださったんだと。私をまずエジプトに使わし、そしてヤコブの家が飢饉から救われるためにまず使わせてくださったんだと、こう言ったわけなんです。このように栄光の座につくことをヨセフはあらかじめ示されてましたが、で私たちも同じようにキリストにあって栄光、永遠の栄光につくという約束が与えられました。恵みによって。でこ終わりから始まってるんですよね、この希望から。だけどその間、むしろ苦しみを経ることになる。今はキリスト者がそうだっていうことです。だから幸いなことよってイエス様言われました。義に飢え渇くものは幸いだと。Happy is the man who is thirst after righteousness, for he will be filled with righteousness. ですね。義に飢え渇いてるんです。で、まだ満たされてないんです。
主が戻ってこられて初めて満たされるわけです。で、将来の栄光の約束がすでに与えられているけど、今は満たされてないからどうなります？このね、狭間に生きてるんですね、私たちは。これ、うめくって書いてます、聖書。groaning。内なる葛藤が出てきます。キリストにあって生きようとすると必ず、まあ自分の肉との戦いが始まる。そして今度は世との戦いが始まる。反対を受けるかもしれない。だから内にある戦いと外から来る戦いのこれどっちもあるから耐え忍ぶっていうのが大事なんです。耐え忍ぶ。まあ、午後の礼拝でじっくりこの耐え忍ぶことを話します。まあ、ちょっとぼなすと、農夫について書いたんですね。農夫。昔いつでもいいんだけど、農夫だった、農家の人って言いますよ、ここで。ああ、そうだね。米作り大変ですよね。うなずいてくれてます、今。米作り大変ですよ。耐え忍ぶ。そして、今ここに書いてあるように、その後で栄光が与えられるわけですね。で、続けて読みますと、キリストを否むなら、if you deny Christ, then the Christ will deny you ですね。キリストもまた、否まれると書いてます。キリストの恵みを拒むならば、恵みのない世界を自分自身に追うことになるっていうことなんです。C.S. レイスがこう言いました。世の中には2種類の人に分かれると。世界には2種類いると。一方は神の御心がなるようにっていうふうに言ってる、神に言ってる人。で、もう一つは神が、だったら自分のやりたいようにやりなさいっていう、いうふうに言われる人。この2つ。意味分かりました？だから、神様の意志、神の願われていることを受け入れたい人と、受け入れてる人と、ですね、じゃあ、拒んだらどうなるかと。で、拒んだら、おめえ、なんで俺を拒むんだバーンとかって、これで神の怒りじゃないんですよ。いいですか？もう一回言いますよ。神様って、だからキリストが否むって書いてあるでしょ、ここでキリストが。で、そうするとね、なんだ、俺を無視したんだね。じゃあ、俺も、が無視しようとか、こういう風な読み方ダメなの。そうじゃないの。神は愛してます。全員を愛してます。で、自由意志を尊ばれるの、一人一人。だから、お前なんかって、キリストに対してね、神なんかいらねえよって言ってる人に対して、無理やり、ダメだ、こっちだってこと、やらせないの。He will not force you to love him. だから、He has to allow the rejection to be rejected.今英語で言っちゃったね。英語、日本語で言うと、拒んでるなら、拒んだままにしとくしかないんですよ。だから、ほっときますって、こう神様はね。じゃあ、その自分のやりたいようにやってくださいって。これが拒むっていうことの中身、メカニズムなんですね。地獄ってね、ある意味でね、満足してる、みんな。地獄にいる人たちって。キリストいないから。いないっていうか、その喜び、キリストの素晴らしさ。キリストを礼拝すること。あ、礼拝する人嫌いな、礼拝する人嫌いな人。礼拝するの嫌だなって思って。いや、今日はスポーツ見てたい。ね、今日は遊びたい。礼拝嫌いな人は、天国行かない方がいいです。夜も昼も、in heaven, those who don't like worship.I recommend don't go to heaven because eternally, night and day, we constantly worship and serve the Lord. 永遠ですよ、永遠に。昼も夜も、夜ないけどさ、天国には。昼も夜も絶え間なくですよ。礼拝してんだよ。一番嫌なところ。だから地獄行った方がね、楽。嫌いな人は。いや、マジでそうです。だから、ああ、お前もここ来た。あ、書いてあるんだよね。エゼキエル書みたいな。お前もここ来たなって。書いてる。お互いに言ってる箇所が書いてます。ですね。で、
だからマタイの10章の33節、Matthew 10:33、 しかし人々の前で私を知らないというものは、私も天におられる私の父の前でその人を知らないと言います。で最後13節 Verse 13 Text 私たちが真実でなくても、キリストは常に真実である、ご自分を否むことができないからである。とこれどういう意味かというと、私たちがイエス様いらないよって言ったとしても、イエス様それでなくなるわけじゃないよって意味です。 2×2 は4じゃないと、拒んだところで 2×2 は4ってのは残るわけです。意味わかりましたね。イエス様は僕はもう知らない、信じないね。信じないって言ってイエス様がいないってことじゃないんです。いるんです。変わるのはイエス様じゃなくて自分自身、拒んだ自分が。イエス様が真実を表すためにもう仕方がないですよね。裁くしかないわけですね。で、私がクリスチャンになったばっかりの時に、アメリカから来たかな、アメリカから来たこの若い子たちがパントマイムやってんだよね。まあ、日本人でもパントマイムするこのクリスチャン、若いクリスチャンたちいるけども、ストリートパントマイム、そこでね、3人がいて、1人はイエス様役で、1人はイエス様を受け入れる人で、もう1人はイエス様を拒む人ですよ。でイエス様こう十字架にかかって、でそしてもう一人はこうやってね、イエス様をに祈って礼拝しているこのあって、でもう一人はふんこう振り向いて、そこ向いて、でこうだけどイエス様いるわけですよ。イエス様に目を向けようが、イエス様から離れようが、イエス様はおられるんです。だからご自分を否むことはできない、イエス様は常に真実であって、私たちは真実ではない、でもそうなんだということなんですよね。だからすごくイエス様を信じるって本当にね、このね、1ミリもないぐらい近い方なんです、イエス様って。なんか一生懸命なんかこう這いつくばって崖へ上がっていかなきゃいけない方じゃなくて、もうこの1ミリだって目の前にいらっしゃるわけだから、この方を信じ受け入れれば、イエス様はその真実を表してくださるわけでしょう。で自分たちが真実でなくてもって書いてますけれども、イエス様は真実 で、ね、これでね、イエス様を否んだことってさっき書いてるじゃないですか。イエス様を否んじゃったら拒まれるって。でもね、本当にイエス様はそういう人に対しても忍耐して待ってくださってます。典型的な人はペテロです。さっき読んだじゃん、人々の前で私を知らないというものは、私も天におられる私の父の前でその人を知らないと言います。3回言っちゃった。3回ピーター denied Jesus 3 times then he'll be denied in heaven。 彼はじゃあ天国で否まれますか、知らないって。 I don't know Peter No No そう言うか、言わないでしょ、言わないです。もうこのことやっちゃった、知らないって言っちゃった、3回も言っちゃった、もう確定ですよこれ。3回だから1回だけじゃなくて、ね、1回だったらちょっと間違ったで分かるけども、3回言ったからね、もう確認ですよ。でクリスチャンになってそういう気持ちになることあります。あ、もう確定だわこれ、完全に罪を犯した、もうはっきりと裏切った。でこう聖書にこう書いてる、もう神の裁きがあるって、怒りって、あ、もう俺終わりだ、おだぶつ、おだぶつじゃないの、それ文化おだぶつじゃない、終わりだって、 I'm over でもイエス様許されたでしょ。で第一ヨハネの一章の9節で First John 第一ヨハネ First John 1:9、 神は真実で正しい方だから、罪を言い荒らした者の罪を許してくださり、全ての不義から清めてくださるよって。 He is just and faithful。
He will forgive it, forgive the sin, and cleanse from all unrighteousness. ということです。で、イエス様の道っていうのは狭いですね。イエス様が私は狭いもんだよっておっしゃいました。私は、この狭い門から、間違った。狭い門から入りなさいって言われました。イエス様を目標とする道です。他のものを省いて行きましょう。スリムになりましょう。ダイエット。スピリチュアルダイエット。ね。Take off all the cares of the world. 霊的に、スピリチュアル。霊的にスリムになりましょう。そして、どこで鍛えればいいのか。何をすればいいのか。これにフォーカスをしっかりと当てていきたいですよね。永遠の栄光です。主に会うことです。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。このようにして教えてくださって感謝します。主よ、これから賛美を持って応答したいですけれども、本当にあなたが私たちの心を探ってくださって、そして点検をしたいと願ってます。私たちが、本当に、余計なことをやってたらそれを捨てる勇気を持つことができるように、そして誘惑が多いけれども、そもそもがあなたを追い求めていたかどうかを点検できるように、どうかお願いいたします。そして、今までの生活を変えなければいけないものを変えてって、あなたに仕えていく生活を歩ませてください。助けてください。ね、聖霊様が一つ一つを優しく導いていってくださいませ。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。この神は我が手の中。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように、主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように、イエス様の御名によって祝福してお祈りします。アーメン。アーメン。